皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2024年7月18日は、シャイニー・テミン31歳の誕生日。k p o p 第2世代を代表する人気グループでありながら、現在まで衰え知らずな人気を誇るシャイニー。そんなシャイニーのマンネで、カリスマみなぎるパフォーマンスと中性的なビジュアルで熱狂的な人気を誇るテミン。そんな彼の31回目の誕生日を記念して、 2008年のデビューから2024年の最新ショットまで輝かしいビジュアル編歴を一挙大公開15歳でデビューシャイニーだけでなく当時の k p o p 界でも最年少だったため k p o p 界のマンネとして可愛がられたテミンマイケル・ジャクソンに憧れて8歳で始めたというダンスの技術はアイドルの枠を超えていると言われるほど 世界的に活躍する日本人ダンサー、菅原ハ春さんとコラボしたことも。テミンのビューティ変遍歴は次のページから、2008年にシャイニーのマンネとして15歳でデビューしたテミン。デビュー曲、リプレイが大ヒットし、瞬く間にトップアイドルの仲間入りを果たした。デビュー当時のテミンは、おンママッシュヘアで可愛さと個性を全面的にアピール。茶髪に染めたマッシュをそのまま伸ばして、 後ろから前に流すように無造作にアレンジすれば色気が急上昇フェミニンなロングヘアで注目を集めたルシファー活動機のテミン中性的な顔立ちと長髪が見事にマッチした姿は性別を超越するほどの美しさハイトーンマッシュでイメージをガラリとチェンジキュートな黒髪マッシュから一転ぶっと垢抜けてスタイリッシュに変化リップは血色を抑え アイメイクにポイントを置くのが当時の韓国男性アイドルメイクのトレンドだった様子アジアツアーシャイニーワールド2の記者会見にて脇腹が大胆に開いたとんでも衣装も似合ってしまうのがテミンのすごいところその鍛え上げられた腹筋に思わず目が釘付けハートメイクはスモーキーな囲み目メイクで凛としたクールな目元に k p o p 第2世代の全盛期に流行した奇抜なヘアメイクの影響を受け テミンも重力に逆らったような立ち上げ番組にトライ3度目のアジアツアーシャイニーワールド3の記者会見に黒髪マッシュで出席グレーのカラーコンタクトを装着し上下に黒のアイラインを仕込んで吸引力のあるまなざしを叶えて SM タウンライブワールドツアー4インソウルで衣装を脱ぎ捨てて上半身裸になったテミン引き締まった体に滴る汗苦しそうな表情 そのあまりにもセクシーすぎる姿で集まった観客を納札ハート。コンサート「シャイニーワールド4インソウル」の記者会見ではホワイトブロンドヘアをエアリーに巻いて王子様のようなビジュアルを完成。華やかな舞台に合わせて赤身ブラウンのパールシャドウを目回りに塗って深みと輝きを同時にゲット。k p o p アーティストが集結した2016ドリームコンサートでソロステージを披露したテミンは。 金髪に真っ赤なジャケットを合わせ、圧巻のスターオーラを放出。舞台上ではいつもの可愛さを消して、セクシーさとカリスマ性を大爆発させるところがたまらない。2016ドリームコンサートに、幻想的なムードを演出するミスティーなブルーヘアで登場。情熱的だった2016年とは対照的なミステリアスでスタイルに。韓国で行われたソロコンサート。 タイミングファーストソロコンサート・オフ・シック・オン・トラックの記者会見にて、日本武道館や横浜アリーナでもソロ公演を行う偉業を成し遂げたテミン。この日は、透明感あふれるアッシュベージュヘアの一部を立ち上げて、眉の反り込みをちらりと見せて、エレガンスとエッジーが融合した唯一無二の雰囲気はテミンならでは。シャイニーのシックス,スアルバム、ザストーリーオブライト e p 2 の記者会見にピンンクブラウンヘアで出席夏らしいテンション高めなスタイルに合わせて、いつもより血色感のあるシアーなピンクリップをオン。SM エンターテインメントに所属する人気ボーイズグループ4組から選抜された7名によって結成されたユニットスーパー M のメンバーに、シャイニーを代表して選ばれたテミン。ファーストミニアルバムの発売記者会見では、 ブロンドヘアを7対3で分けた貫禄漂うスタイリングにキュートなウサギの帽子をかぶって日本から帰国したテミン韓国のファンミーティングで行ったミッション遂行に失敗した罰だったそうこの日陸軍軍学隊に入隊したテミン直前に SNS で公開した坊主姿が美しすぎると話題に長めのヘアスタイルが多かったテミンの坊主姿に 思わず胸が締め付けられる。ソロとして4枚目のミニアルバム「ギルティ」をリリース。短く丸みを出したサイドと、長い襟足の段差が際立つ軽やかなヘアスタイルに。内側から発光するような色白肌が美しい。5月20日に日本公式ファンクラブを開設。そのオフィシャルフォトを一足早くインスタグラムで公開したテミン。眉を細くしたり、ムーディカラーから血色リップに変えたり。 さりげないメイクのマイナーチェンジでより洗練度が増したてミンの今後の日本活動にも期待どう思いますか気に入